はいお疲れ様です。確かにね組織を司っている人の正義とその組織の中で一人の一つの駒として動く人の正義ってのは違いますよね。まあ確かにねあの組織ってのは一人一人の活動がトータルで組み合わさって組織になるわけなんでやっぱり一人一人がかけが,ないかけがえのないメンバーであることは確かなんですよ。でも実際組織ってものはできちゃうと 1> 1人か2人かけでかけた状態でそれを適正人数としてスタートしてしまうっていうところがやらせないところかなとで、あとは組織っていうのはあのリーダーと言いますかねそれをまとめる役がいなくなると瓦解してしまう可能性があるけどもだけども言ってみれば頭脳と手足になるところがあって手足の方はなくなっても何とかなるんですよねだから時に応じてその手足は切り捨てられることがあるかなと思いますでサラリーマンのね 例でですけども50代でリストラされました今までこんなに長い間尽くしてきたのにって言うけども会社としてはいや月単位で給料払ってるでしょって言われればね何とも言えないですしそもそも役立つ人間が組織にいて組織になるわけなんですけどももう役立たない人っていうのは組織から出ていってもらわないとの組織がやっぱり維持できないってところがありますよねだから時代とともに社員っていうのは役割をね きちんと自分で判断して変えていかなければ、まあ、突然いいらななな存在になってしまうのかなと。だからみんなで仲良く最後まで働きましょうみたいな仲良しクラブじゃないですからね基本的にはあの会社の中にいても40代を過ぎたりとかあと役職が1つでもつけばねそれが平社員から係長にまでなればもうそれは個人事業主をやるのと同じ感じで組織の中で立ち回らないといけないでしょうね。 っていうことは、係長として自分があ役職を得たら、取引先に、ちょっと力の強い課長っていう会社がいて、その向こうにもっと強い部長っていう取引先がいて、そして、一社員という、うまあ、従業員を自分が雇ってってみたいなね、そんな、こう、マトリックスになるのかなと思うんですよ。で、絶対権力者で大手っていうのは、社長とか経営人ですよね。うん、でそういったところに直で 取引できるようになるためには昇進してまあ部長ぐらいになっておけば部長ってのは取締役とね直接やり取りができるところまで来てますからだから要するに大手に大手手ににかからら見ててのの下請けぐらいに入れるのかなってとことですよね、うん、だからやっぱりこう係長とか課長っていうのは孫受けとかひ孫受けみたいな存在なんで派遣会社とかねいつでもこう切られちゃう存在っていうことですから会社の中にいたらね役所に関係なく会社のメンバーだって思っちゃうわけですけども。 実際はそうじゃなくって会社の中で自分の会社を経営してるっていう形なんじゃないかなと思うんですよ。まあ大きい会社になると派閥みたいなのがあってね派閥争いに負けたら負けた派閥っていうのは全部冷や飯食らうみたいなね全部出向してバラバラになってもう二度と浮かび上がれないみたいなことよくありますからね <laughs>、うん、だからやっぱり力の強いそしてコネクションもあるそういった派閥のリーダーにいかに取り入るかっていうふうな、ん、そんな 争いも大きな会社としてあるのかなと思いますよねいやでもねサラリーマンやってても面白かったと思うなまあ今更ですけどねじゃ